にじむ美術館。はい、こんにちは、スレトルトと申します。あなたは美術館にやってきました。しかしって書いてあるな。やだな、そのしかしなんか嫌なことあるんでしょうね。にじむってどういうことなんだろうね。なんか湿度とかが高くてね、その絵画とかが台無しになってそうな良くない美術館感がありますけども、まあ美術館といえば私ですからね、怖い美術館は任せてください。ギャリーと脱出します。チャプターが3つに分かれてるのかな。じゃあ1からいきましょう。タブで操作方法を見る。まあ普通だね。あ、ここ美術館に来て、ここはこういうドアとかは開けないってことかな。なんもない絵があるけど、考察するとここから主人公がスタートしたわけじゃん。あれ戻れない。こっから行けない状態だな。こっから俺はスタートして、でここに何もない絵があるじゃないですか。これメアリーパターンじゃね。実はこの絵画から脱出した俺みたいなさ、そういう設定あるかもしれない。無題、北沢喜一、1980年。割と最近の画家さん感があるね。1980年に描いたって、そんな時間経ってない、40年前とかの。まあ無題って書いてあるから、もしかしたら白紙の絵を描く現代アートみたいなあるよね。なぜかちょっと本当の落書きがめっちゃ高かったりさ、何も書いてないのにめっちゃ高かったりとか。なんだろうこれ。手紙、岡本一生、1965年。おー、ちょっと離れて。あー、なんかラブレター置いてありますね。でリボンがある。これは可愛らしい絵ですよね。こういう絵が評価されるのはわかるけど、何も書いてない真っ白の北沢が評価されるの俺は認めないな。岡本の方がいい絵描くな。これはなんかここに赤色のなんか扉にマークあるけど、どういうことだ。これ絶対ヒントでしょ。扉、白鳥美紀、2001年。おお、割と最近の絵が多いですね。扉があってね、まあ、こういうのはなんか評価されそうじゃないですか。走ったりはないね。暗い。えっうわーい。そういうゲームじゃないでしょ。そういうのじゃないでしょ。何こっち来てんね、無垢な赤ん坊とかそういうねタイトルじゃないとダメでしょ。これで俺閉じ込められたってことなのかな。え、音が美術館っぽい音。美術館じゃないな、明らかに。この音、空港の音が鳴ったな。変わったりする。扉、どういうことだろう。あー、なんかなかった空間が生まれている。行けなかったのにな。まずこっちから見るか。来た道が塞がってる。いや、もともと塞がってたけどな。もともと明らかに行けなかったけどね。そこの風景だな。ね。で、ハートプラス。ああ、はい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 。めっちゃ簡単じゃん。手紙に、ほらほらほら。ハートのね、まあラブレターのこの、まあシールみたいなところにハートあるじゃないですか。だから1965年に、岡本と白鳥をフュージョンさせんのよ。はいはい。扉に、スペードみたいなのがあったから、3966ですね。はい。この2001年と足すってことね。このマークだな。はいはい。簡単簡単。こんなんね、これでチャプター1終わりだったらもう5分で終わります、この動画は。3966。うぃー、ドアが開いたようだ。オッケー。あばよ、白鳥、岡本、北沢。ああ、赤ん坊の絵。チャプター変わったのかな？どうなんだろう。タイトルに戻るってわけじゃないのかな？なんかこれは怖いですね。同じのばっか飾ってんな。シリアルナンバーとかがあったりすんのかな。なんか赤色にこう選択できる感じになってるけど、選択できないな。あ、これバックダッシュできますね。なんかバックできないって思っちゃうんだよな俺。こういうキーボードゲームでさ、これこうやって後ろを見ながら歩くのってすごいね、得意じゃないというか。なんか美しい絵だな。
少女が死んでいる。アンネイ、川西ニナ、1991年。女性の作家が意外といますね。これは間違い探しとかやらされるかな。全部口開いてて目は青いけど、え、取れた。なんだこれ、時計かな。3時、6時、9時、12時。で、なんかまあ、東西南北みたいな感じになってる。ん？で、ここは暗証番号を入れるだけ。そして女性の絵がもう一個あります。女、東出光男、1975年。右上に何かがあるけどダメだな。ん？ここ触れないんだよな。そういうゲームじゃないだろ。そういうゲームじゃないって約束しただろ。やめなさい。おい、暗闇になっちゃったじゃん。川西にな。戻ったとこがなんか変わってるとか。お、電気ついた。やったー。なんだよ、つけるじゃん。来た道塞がってる。あ、わかったー。来たー。ピコーン。皆さんわかったかな。レトルトアブもわかったよ。ヒントは、先ほどにあったこのマークだ。分かったけど分かってはいないよ。これ順番なのかな。3ちょっと書きますね。3、12、9、6。ですね、これ絵があるじゃないですか。実はこの絵の作家さんの名前に法則性がありまして、ほら、東出光男、1975年って書いてあるので、ん？ 3、9、12、6。 ん？ どういうこと？ん？パスワードどうやって打つんだろう？これ1975、東出が、東出、あ、三尾さんってこと？ちょっと待って、まだ完全に分かりきってないけど。で、あれだよね、北沢とかいたよね。ちょっとメモっていくわ。東出三尾、下に番号あるかな。あー、あるね。川西ニナ、この人は西ですね。川西が、ニナで、一応1991年。この今回はこの1991年とかはあんま関係ないかもしれんな。大丈夫だよな。オッケーオッケー。そして何もやってない北沢1って書いてあるわ。はいはい、こういうことだ。これ1980年ね、北沢さん。俺、おめえのこと認めてねえから。で、この人は、関係ないんだよな。はいはいはい。あ、白鳥美希。この人も関係ない。おー。あれ？南は？あれ？南の絵がない？ちょっと待ってよ。白鳥美希。あれ、南ないか。あれ、これ時計ってだけだよな。三、あれ、困ったなぁ。東、え、南がない。え、おい、南のゆいもいないし、もう真中純平もいねえじゃねえか。どういうことだよ。ねえ、向井梢もいねえし。めっちゃ覚えてんな俺。当時漫画持ってたけど。めっちゃ覚えてんな。白鳥美希、扉。あれ？ちょっとなんか、解こうと3つできてるから、解こうと思えば解けるんだけど、
ちょっとなんか気持ち悪いな。岡本だったよねこれ。和成。あ、でもこの人も1ってワードがある。あー、ちょっと気持ち悪いけど、まあでも解けるヒントの中で解いてみるか。この作家のねえワードが分かりゃいいんだけど、ちょっと申し訳ないけど、東から始まってこう、こうなんかそういうマークだったよね。東、西、北みたいな感じだったよね。なので東が3ってワードあって、西が2ってワードあって、北が1ってワードあったから、最後が南が分かんない、6って書いてあったけど違う。ちょっとやっぱ気持ち悪いな。いや、3つしかないんだとしたら、どうあがいても3つしかないもんね。で、北沢が1っていう名前だったじゃん。で、川西がね、2っていう名前、名前の中に2ってワードがあって、東出さんが3ってワードがあったから、その順でやるって考えたら、北の1に、1293ってことなのかな。だから6は、南はもともといないから使わないっていう、そっちの方が気持ちいいかもしれん。来たー、よっしゃー。ちょっと、あー、チャプター2になった、突然。戻る必要ないです。いや、それを決めるのはお前ではない。なんかだいぶ綺麗な美術館になったね。だ、絵の数が多くなったなー。調べられない。いっぱい絵があるけど、今回は調べられないって。え、何？どうした？え、あー、あの人！クレイジーベイビー。どうした？何？もうなんなん？おいおい、なんか変わってんな展開。どういうことだ？あれ、ここ日本風のなんか部屋だ。浮世絵ですね。これだけ浮世絵じゃないけど。え、なんで？なになになに？どうしたどうした？絵を調べられないってことは、最終的に何を入れればいいんだろう。今回はあれなのかな？シリアルナンバーを入れるタイプではないのかな？ここは、動物の絵の場所だね。あ、かわいいかわいい。あんまなんか絵って感じしないけどね。写真だけどね。開かない。開く、え、開くね。ワンちゃんの絵がいっぱいいっぱいあってかわいい。怖っ。人形だね。あ、ヒントだ。ん？絵のようなもの。赤、待って、赤、黄色、緑、緑じゃない、赤、黄色、青、緑の順に何かを入れるってことだな。守ってくれ、あの赤ちゃんから俺を。どういうことこれ、何これ、何何、何、ノーシグナル。俺が何したっていうの。突然終わった、突然終わった。時間制限あるってことかな。赤ちゃんを見続けなきゃダメってことかな。あ、ここだ。暗証番号。やっぱ4桁だね、こう考えると。青は3番目ですね。あ、椅子の数だ。はいはい。青3で緑が3。ここ緑の部屋ですよね。どういうこと？俺は何にやられたの？ねえ、皆さん、私は何にやれたんでしょう。黄色が4。でももう謎は解けたんだ。謎は解けた。2403だ。はい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 。よくわからんが、あいつが来る前にもう解いちまうぜ。2403。はい、オッケー。あ、ここが開いたのか。鍵ですね。あ、早く早く。扉閉めろ。また暗証番号ね。あ、ここ隠れる。俺ここ隠れる。え、隠れられないの。おーい、おーい、おーい。もう一個扉あったよな。なんだ、どっかに隠れなきゃいけないのかな。あのパニックタイムみたいになったら、右側はさっきのヒントの部屋だったから、こっちが鍵で開けれるとか。そうだよね。
おっと、まだこれでなんか解こうとしてる。黄色のちっちゃな椅子があって、なんだこれ。なんか見たこと、なんか見たことのあるやつだな。俺はこっち見とくからな。Windows みたいな感じだな。お、大丈夫か？え？大丈夫かな？死なないかな？メモっとこう。メモりたい。部屋の色と同じ一致してる。緑、青、で、赤で、黄色で、黄色はない。で、9番。で、8番、1番、2番って書いてあるな。部屋にある絵だよな。絵のなんか物の数とかかな。緑の1。ここを開けたら緑だったよね。で、ここで合ってるしたら、これだ。これが 1？ で、これが 8？何言ってんだい？足の数かな？ 1、8 ってのはよくわからんけどな。赤が9。全部動物だな。トラ。どうしたらいいの？どうしたらいいの？何かが迫ってきてるわけでもなさそうなんだよ。見てるぞ。見てるからな。青の2を確認していきたいな。1892で開くわけじゃないのかな。強い順かな。シンプルに赤んとこ虎だったんだよな。で1んとこネズミでウサギ。なんか強い順とかありそうだな。ちょっと青の2番を見に行きたい。青の2番、強い順とこっち行く。牛だ。よし、オッケー。で、青の2のとか牛だったから、1892っていうワード、その数字は何を意味してんのかがよくわからんな。わかんない。あ、でもこれ強い順にこの1892を並び替えるとしたら、ネズミが一番弱いでしょ。だから1で、ウサギが次だから8で、その次に強いのが牛、虎、1829。弱い順に並び替えました。どうでしょうか。1829、違うみたいです。じゃあ強い順に並び替えます。9281、違うみたいです。どういうことだ。ここにいる限りはやられないよね。あの赤ちゃんなんでこうしてきてくるか知らんけど。ネズミ、ネズミ、1289の順でいってみる。11、ネズミで、ネズミ、牛、トラ、ね、牛、トラ、ミ、12しか。はい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 、来たねこれ。はいはい、じゃあこの順に、だからね、ネズミが一番初めだから、ねえが11で、ねえ12、ねえ牛1298だ。オッケー、ねえ牛トラミーだ。はあ、十二支系の問題はもうね、フリーホラーゲームでは定番ですから。最近は久々だからちょっとパッと思いつかなかったな。よくよく考えたらね、動物たちはね、ウシトラミになってたね。よし、オッケー。これなんでやられるのかとかよくわかんないんだけどね、これ。赤ん坊の絵を見たら次の赤ん坊の絵を見てみたいな感じで、そういう感じで倒していくのかな。これチャプター1回そうだな。きたー。よし、チャプター3。え、今までと違うじゃん。うん、はてなはてなはてなじゃないのよ。え、どうした今まで。3D ダンジョンみたいになってるけど、絵も見えない。やめろ、やめろ。くんな、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 おかしいでしょ、これ。どういうことよ、これ。なんでやられてるかもわからん。隠れなきゃいけないのかな。なんか今赤い何かが見えた気がしなくもない。え？なんか歩くとこあるかな？え、調べられないもんな。
いや、たまにやっぱあの赤いさ、あの赤ん坊の顔出てるね。え？ちょっとなんか、その感覚が遠かったよ。ループしてるわけじゃないのか。あ、なんか大空の絵ある。もう行っちゃおうか。ゲームクリア。何？チャプター3どうしたの？ええ？あなたは係員を無視して窓から飛び降りました。この美術館で何が起きたのかもう誰も知ることはできません。係員を無視してってのはどういうことなんだろう。主人公はああいう恐怖の世界が見えていたけども、実はそんなわけではなくて、普通の美術館にいて、なんか足音とかね、そういうものでに追われて、主人公はあの青空の絵のところで脱出した感じしたけども、実はまあ飛び降りてしまっていたみたいな、精神的になんかああいう世界にいたけども、実は別にね、現実では普通の世界だったみたいなことなのかな。だからこの美術館が幻覚を見せていたとか、そういったことなのかね。この美術館がちょっとね、この主人公の脳になんか作用して幻覚を見せていたとか、そういう感じなのかね。いや、面白かったね。謎解きもちょうどよくて面白かったです。やはり美術館は得意ですね。ご視聴ありがとうございました。にじむ美術館でございました。ちなみに私ね、ゲルテナ美術館ね、行けませんでした。チケット取れませんでした。とても悲しい。